今日は70リッターのバックパックですね、外付けで持っていきたいと思います。いや便利ですね、このバックパック。キャンプ行こう、キャンプ行こう、こんにちは、尾上ゆかずろうです。今日は、日差しが届く場所に来ました。いや、いい運動になりました。はい、あ、なんかいい感じに筋肉がですね、パワーアップした感じがしますね。負荷がかかって。それでは早速我が家を建てていきたいと思います。設営完了しました。今日は、フライトップのテントですね。7000円ぐらいで買ったテントなんですけど、すごくスカート付きで冬なんか使いやすいです。これでですね、今回楽しみたいと思います。それではちょっとキャノピーを作ってですね、荷物を中に入れていきたいと思います。それでは飲んでいきたいと思います。いつものウォッカとトマトジュース。ウォッカは半分しか持ってきてないです。ちょっと残します。今日はですね、飲みすぎないようにしとかないと。はい、それではお疲れ様です。ソロキャンプ最高。うますぎる幸せ。今日も安定の、ゴールドライタンシングルバーナーを使います。こちらですね。これ組み立ててるだけでも楽しいんですよ。こうやって組み立てるのが楽しい。はい、今日のお昼はこのだるまラーメンですね。もう福岡でも有名な名店です。はい、3分経ちました。はい、このコク増し油を使いたいと思います。これはうまいでしょうね。はい、それではいただきます。うまそう。
あ、最高、バリうま。うん、やっぱ博多といえば豚骨ラーメンですよ、本当に。うん、うん、まあだるまも有名ですし、まあ心身ですかね。あとは一蘭とか、もう九州発祥の豚骨ラーメンはですね、本当にうまい。結構いろんなですね、豚骨ラーメンありますもんね。濃厚なタイプからちょっとあっさりした豚骨ですね、あとはなんか泡だったですね、泡系とかですね、いろいろ。まあ北九州の方もね、結構ラーメン選手権とか開かれるぐらい豚骨ラーメンが、ね、有名ですからね。あー、豚骨スープがうまい。ごちそうさまでした。あまりに天気が良くて気持ちいいんで、少しですね、仮眠したいと思います。おやすみなさい。ちょっとコップ変えました。こっちの方がですね、掃除しやすいんで、トマトジュースがなかなかですね、こうへばりついて取れないんですよね。あっちのコップはチタンの方はですね。いや、今日はですね、ちょっと忘れ物をしてしまって。なんだと思います、忘れ物。このテーブルを見て何か気づかないですか？いつも置いてあるもの。あって分かった人もいらっしゃるかもしれないですけど、温度計を忘れました。なんで、まあ大体体感で何度かっていうのは分かるんですけど、やっぱですね、あった方がいいですね。まあ今日はあったかいんで、まあ20度は間違いなくいってると思います。ただ晴れてる分だけ放射冷却で明日の朝かなり冷えるんじゃないかなって気がしますね。最近分かったのがですね、体が冷えてしまうと防寒着も、ね、効果が薄れるんで、体が冷える前に防寒着を着てですね、もう前もって体を保温しとくですね。これが一番です。体と
体と足と、ね、特にですね足先は一回冷えるとなかなかですね温まらないんですよ。足ですね。ですので今ですね本当に程よい温かさなので足先が温まっているうちに保温しておきます。そうするとですね夜も安心ですからね。なんとダブルで持ってきてます。テントシューズダブルやっぱダブルはですね何気に効果が上がりますね。一つ作るより二つ付けた方が暖かい、熱が逃げない。よし、これで完璧お腹が空いてきたのでそろそろ夕食のですね支度をしたいと思います。今日の夕食はこちらの金のビーフシチューにこの金のハンバーグね、こちらを食べていきます。意外とですねセブンイレブンのこの金シリーズ美味しかったりしますもんね。金のビーフシチューを温めていきます。ビーフシチューが温まったらこの金のハンバーグをですね入れましょうかね。こんにちは。はい、それではそろそろ煮えてきたんで外します。だいぶ汁が飛んだみたいですね汁が。はい、それでは金のビーフシチューいただいてみましょう。いただきます。なんか硬いな、ハンバーグ煮えてんのかなちゃんといただきます。うん、うまっ。バリューもさすが金ですね。さすが金。これもうまいですね。じゃがいもも柔らかいし、まあハンバーグが牛なんで牛と豚の共演って感じで、うん、味もバッチリ。あーうまかった。ごちそうさまでした。まあ、見ておられる方はもう終わり、消食っておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、あります、ちゃんとドーンさあこれは何でしょう。まあ大体自分の動画を見てらっしゃる方は分かると思います。いきます。こんにちは。特大おにぎり、超特大ね。一応ですねこんな感じでちょっと顔をですね、はい、ちょっとハゲたおじさんみたいな顔になってますけどちょっと顔を作ってきました。はい、はい、で一応この子の中には梅干しとね、あとはご飯ですよと、あとは鮭と、塩昆布が入ってます。よりどり緑ね。はい、じゃあちょっと頭からかぶりついていきましょう。いただきます。あー頭が大変なことになった。
まあアンパンマンならぬおにぎりマン、ね、食べて元気を出す。うん、うまい、バリうま、シンプルイズベスト。おにぎりうまい。お、塩昆布が出てきた。ごちそうさまでした。はい、それでは、テント談義したいと思います。まあ、気温はですね、わかりません。温度計を忘れたんで。まあおそらく、まあ5度ぐらいかな。まあ、キャンプしてると大体今何度かなっていうのが、こう分かってきたりしますからね。顔が痛くなると、あ、マイナス1度いったかなとかですね。一応テントはですね、トマントちゃんから提供していただいた2針ですね。は、もうレビューは動画撮りました。で、あとは確認してもらうだけですね。あと、ま、来月、3月ですね、狙ってるテントなんですけど、こう迷ってるんですよ。ネイチャーハイクの、この今ですね、出してるテントか、これがだいたい1万5千円ぐらいかな、やったかな、1万8千円ぐらいかな。うん。で、もう一つが、そう、バストランドが出てこなかった。あ、またこっち出しときます。ドームテントですね。ツールームのドームテント。こっちが3万4000円ぐらいやったかな。M と S があるんですけど、S を買おうかなと思ってですね。どっちか迷ってるんですよね。ネイチャーハイクの、このテントの方が、インナーがですね、なんかメッシュっぽいんですよね。フルクローズできそうなんですけど、メッシュっぽい。で、まあ、まだレビューがはっきりですね、アマゾンとかにもないんで、どうしようかなって迷ってるんですよ。まあ、ちょっと予算次第ですね。バストランドのドームテントはいずれは買うつもりなんですけど、どっちを先に買うかですね、迷ってます。でも、先々もしかしたら、もっといいのが出てたりしてですね。ホールアースのアーストリッパー3とか出てきたりして。こればっかりわかんないですからね。いきなりポンっていいのが出てくるから。で、ビビってきた時に、あ、もうこれは買うしかない。ね、思ったりしますからね。まあ皆さんもおそらく、まあそういうのはあると思います。ホールアースとか、そこら辺って結構ですね。前置きなしっていうか、何の前触れもなくいきなり出してくるんで、ちょっと楽しみですね。あとは、デカトロンとかですね。ケシュアとか。のんびりこの秋の夜長を楽しみながら、違う。これから長い夜をのんびりですね、ちょっとテント検索でもしながらお休みしたいなと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。
今時間が6時ですね、過ぎました。気温は、はっきりわからないんですけど、この顔面温度計ですねからすると大体1度か2度ですねぐらいじゃないかなと思います。マイナスは行ってないですね、だいたいマイナス行くと顔が痛くなるんですぐわかります。はい、今回は、ちゃんとコーヒーは持ってきてます。はい、今日は忘れずに持ってきました。一瞬忘れたかなと思ったんですけどね、でも大丈夫でした、よかった。まあ結露の方は結構してますね。ああまあおそらく、まあ上からこう夜露がですねついて、それがまあ裏面にも出てきたって感じでしょうけど、まあ開けて寝てましたからね。まあ全体的になんかこう結露というか夜露というかそんな感じで裏表ついてます。まあ買って乾かせばですね、今日は天気がいいですからね、こう天気がいいと助かりますよ、やっぱりすぐ乾かせますから。家で寝るよりもテントで寝た方が熟睡はできますね、間違いなく。ちなみに今日ですね、シングルバーナーこれだけです、こればっかり使ってますね最近、やっぱ便利、これで1500円は安いですね。あ、この朝飲むコーヒーがうまいんですよ本当に、これ最高。この寒い、この寒いですね日に飲むコーヒーが最高。いやもう日中も暑くなってきて、虫もたくさん出てきて、なんか春を感じますね。もういよいよ春、春一番はまだ吹いてないんですけど、東京は吹いたらしいですね。瞬間最大風速22メートル、すごいですね。もうテントも飛んでいくレベル、崩壊するレベル、下手したら。今日のパンはなんかようわからんドーナツみたいなですね、中にクリームが入った白い粉がまぶしてあるパンです、白い粉なんかライブで盛り上がりましたね、白い粉。ハッピーターンやったかなハッピーターンの白い粉。いただきます。クリームどこに入ってんのこれ、クリーム入ってないやん。クリームが入ってるとばっかりの。あーでもコーヒーはうまいな。パンはちょっとイマイチやったかな、あこのテントですね、全室があんまり広くないですよね。結構ですね、リッチポールとかないんで、かなり傾斜してます、このドアなんで、開けたまま使うのがいいですね、キャノピー作って、キャノピー作れるのがやっぱこのテントはいい、
お気に入りのテントの一つですから、これはスカートもあるし、うん、まあ今回あんまり役立ってないですけどキャノピー作ったのも寝たんで、まあただテントが、まあこっちはメッシュになるんですけど、メッシュもですね結構きめ細かいんで、まああんまりフルクローズしてるのとそんなに変わらないですね、うん、で結露した水滴もですね落ちてきにくい、ね、メッシュが細かいと。この点は使い勝手がいいなって気がしますね、この点。しかもえらいコンパクトになるし安い、うん、これが7000円だって買えますからね。で長く使える。さあちょっとコーヒー飲み終わったら我が家の紹介しましょうかね、うん、はい、今日の我が家の紹介です。まあ前室はですねシンプルに、外のフィールドホッパー2つ置いてます。で天井はですねこんな感じで、まあ、いつも持ち歩いているこのマグネットのですね、これランタンフックを磁石で引っ付けて、マグネットでこう引っ付けてですね、使用してます。これ便利で、一応中はですねもうバックパックドーンと置いてですね、で半分、まあリビングっていうかですね、こう椅子を置いて、で半分寝床っていう感じですね、奥が。で袋は今日は鹿番町のですねゴミ箱持ってきてないんで、まあ袋関係は、まあ、ポケットとかあとはバックパックの中に突っ込んでます。で反対側はまあ、チェストバッグですね。胸につけるバッグと、こちらは撮影用の、まあ、機材を置いてる感じ。で、寝床の方は、まあ、いつもの装備ですね。まあ、サーマレストの、ニャー X サーモと、あとはカリンシア、ディフェンス6、グリズリーと、あとはハイケンチャーのピロですね。もうこれで、もうめっちゃ爆睡。ね、で一応防寒着ですね、こんな感じで防寒着ですね。あとは、まあ、昨日のお昼でも紹介しましたけどこんな感じで二重でですね、あのテントシューズ履いてます。あったかい、ポカポカしてます。これがないとなかなかですね寝れないですね、暖かくは、うん、気温が1度とかになってくるとですね、うん、さあ借りたくない、もう一泊ぐらいしたいけど、もう食料も水もないし、まあぼちぼち撤収していきたいと思います。撤収完了しました。いや今回は春を感じるソロキャンプでした。虫もこれからガンガン出てきそうですね。いや楽しかった。はい、次はどのテントでキャンプしようかな、楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。